ヨジャアイドル、2020万815音楽中心。舞台で最高の輝く子供たち王冠閃光花火。ドムディドムディとてもよく音楽をより大きく、よりねじれたいスピーカー。今年の夏最高のサマーソングドムディドムディ用に耳を傾けるヘッドホン複数音符。ヨジャアイドルギドル。ドムディドムディダムディジュムディ。レッドベルベットの妹フンが韓国で話題。ボア、少女時代の SM エンタが2014年レッドベルベットデビュー以降、6年ぶりにデビューさせるガールズグループ。韓国人、日本人、中国人の4人組。SM のガールズグループ担当で有名なミンヒジン取締役はバイウィットに移籍、BTS の妹フンを準備中であり、熾烈な競合。GOT7、2015年ミュージックビデオの盗作被害が韓国で話題。GOT7 のヒット曲 Just Right、2015年作のミュージックビデオとしても発表されていた。歌手リタが Hold Me Down のミュージックビデオを発表。あまりにもそっくりで、ファンが先に盗作被害を訴えている。